ラッセル・ジェイ・クーンツは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍オレンジ、出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。現在は、MLB のカンザス式ロイヤルズの一類コーチを、務める。1977年の MLB ドラフト11巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。1979年9月1日にメジャーデビュー。 主に控え外野手としてプレーし、1984年にはデトロイトタイガースのワールドシリーズ優勝メンバーとなった。翌1985年を最後に引退した。引退後は1987年よりヒューストンアストロズの組織内のコーチとなった。その後、一類コーチとしてシアトルマリナーズ、フロリダマーリンズ、ピッツバーグパイレーツを渡り歩いた。2008年は、 カンザスシティロイヤルズの一類コーチに就任し、2010年まで勤めた。2012年8月に再び一類コーチに復帰し、2017年まで勤めた。その間の2015年には自身二度目のワールドシリーズ優勝を経験している。2018年から2年間はロイヤルズの GM 補佐を務めた。2020年シーズンからは3度一類コーチを 勤める予定だったが、7月に新型コロナウイルスに罹患したため辞退し、アドバイザーに専念することとなった。2021年シーズンより改めて一類コーチを務めることになった。ありがとうございます。